アイドゥーミー発売まであと3日、イエーイ、じゃん、はい、出来上がってます。どうも、スノーマンの阿部亮平です。スノーマンの3枚目のアルバムアイドゥーミー発売が5月17日です。今回もですね、スノーマンからの愛がたくさん詰まった楽曲アルバムになっておりますので、ぜひチェックをお願いします。というわけでですね、今日は通常版のボーナストラックで収録されているナインスノーフラッシュという楽曲についてちょっとだけお話できたらいいなと思います。トランプゲームのポーカーの遊びの最強の役にロイヤルストレートフラッシュっていうのがあるんですよ。まあ、そこからちょっともじりまして、まあスノーマンって個人個人の活動もすごくて9通りの輝き方をしていて、でも9人揃ったらすごい最強、なんかそんな存在になれたらいいなって思いまして、このタイトルをつけさせていただきました。はい、まあ、内容はですね、スノーマンが今までライブとかで歌い継いできた紹介ラップを踏襲してブラッシュアップして、で、まあ個人の紹介パートとかはもうほとんど新しく書き下ろして収録したものになっております。絶対盛り上がると思います。楽しみにしててください。ただですね、この曲まだ完成しておりません。聴いた人が、まあ、心の中でも普通に声出してでもコール&レスポンスをねしてくれたら完成だなと思ってるので、ぜひちょっと覚えてみてください。というわけでですね、なんかみんなこのカウントダウンでなんかみんな何かしらに挑戦してるんですよ。だから僕も挑戦したいと思います。いきまーす。イエーイ、アイドゥーミーよろしくお願いします。